こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山台凄麺ご当地シリーズ徳島ラーメン醤油豚骨味になります。別添えの卵ペーストがとっても気になっていた商品です。ようやくゲットできました。楽しみたいと思います。また録画をミスしてしまったので、トークだけで失礼します。映像チェックしたら撮れてないことが分かりました。申し訳ございません。この商品のポイント別撮り。まずは、凄麺ご当地シリーズが四国初登場。これもうぜひお願い。四国全県制覇ぜひお願いしたいですね。うどん王国の香川県にはちゃんとご当地麺ありますし、それから高知にももちろんありますし、愛媛にも何種類もあるんですけど、カップ探すとないんですよ、やっぱり。なので、ぜひとも四国全県制覇お願いします。はい。次。地元の味を再現した濃厚な醤油豚骨味。はい。地元の味っていう、あ、まあいいや、それは後で。後ほど。はい。次。まろやかでとろりとした別添え卵黄ソース。これよくやってくれたと思いました。はい。これよくやってくれたと思いました。嬉しいです。ということで。美味しいか美味しくないかで言うと美味しかったんですけど、うちのチャンネルのその商品一個一個取り上げるリスペクト動画っていうのは、他社さんの製品と比較はしない。あと、他のプライベートブランドとかとは比較はしないっていうルールでやってて、で、その比較ができそうな、例えば星いくつとかっていうのもやらないっていうルールでやってるんで、以前公開した徳島ラーメンの動画ももちろんあるんですけど、それ他社さんのものなので、比較はしません。というスタンスで、ちょっとお話をさせてもらうと、美味しいは美味しいです。美味しいは美味しいです。で、凄麺さんの麺だねって一発で分かっちゃう特徴ってやっぱりあるなって気がしましたね。徳島ラーメンの麺って多分、凄麺さんがお得にされてる麺とちょっと違うタイプなんですよね。札幌ラーメンと同じぐらいな太さの麺で、ストレートで、つるみよりはスープとの親和性の方を優先してる麺なんですけど、凄麺さんどうしてもつるみの方が目立っちゃって、あれって、これ徳島ラーメンの麺っていうことにしてんのみたいな、ちょっとあったのが一個と、あと徳島っぽさがちょっと足りないっていうかね、なんだろう、多分椎茸とかそういうね、徳島特有の食材が入ってないんじゃないかと思うんですよ。やっぱ徳島らしい、いいねっていう味で食べたいっていうか、なんていうか。
ちょっとですね、スゴメンっていう看板を背負ってる中で、多分まだできることはいくつもあると思うんですよ、正直。で、今後リニューアルとかされるようであれば、そういうところのステップをちょっと一個ずつ登っていっていただいて、いや、できることは結構あるはずなんで、何個もあるはずなんで、そういうところをやっていっていただいて、スゴメンっていう看板を逆に引っ張っていくぐらいの、クオリティになっていただけるとありがたいな、嬉しいな、みたいな、ちょっと思っております。うん、これが実質的なリスペクトタイムになっちゃってるので、今回リスペクトタイム省きます。ということで。大変申し訳ございません。もう食べちゃった後ですけれども、はい。あ、大事なこと言うの忘れてた。あのね、卵ペーストとても良かったと思います。はい。途中、鑑賞タイム取ってる間に行方不明になっちゃいましたけど、僕の見えないスープの中でいい仕事してくれたっぽくて、だんだんマイルドになってきたのが、あれは良かったなぁと、はい、思いましたね。はい。ということで、とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。